はい、もうね12月もね下旬というかね、間もなく大晦日なんですけど、気温がねぐっと下がってきてね、今朝はね、今朝っていうか家を出る前はね 5.5 度だったので、まあ、名古屋でもね、本格的にねちょっとこう雨が降ったら雪になっちゃうぞっていうね、肌寒いね風になりました。寒いというよりも冷たい感じのね季節になりました。はい、こういう時はねなかなかね、防寒用具をねたくさん備えてねキャンプに行けばいいんですけど、ちょっとね、どれぐらいの量がいるのかどれぐらい寒いのか分かんないとね、いっぱい荷物が増えちゃうじゃないですか。それはね億劫なんで、また今日もポケストスタイルでやっていこうと思います。まあ幸い寒ければねもうサクッと帰っちゃう、そういう意味ではね本当にこう気楽にできるという意味でね、まあ気楽なデイキャンスタイルということになります。いやーもうこいつはね処分してやる。やっぱねすすが出るのはねちょっとねめんどくさいよ。すっごい寒いのにさ、すすを洗うっていうね、すす洗わなくてもいいかもしんないけど、やっぱりね他のものが一緒に入れたものがねすすがついて汚れてしまうし、手についたら黒く汚れるし、ね、すすがついたままのクッカーでもいいけど手が黒いままなんか食べるの嫌でしょ。ということでねこいつはもう湯を沸かして飲んで終わりです。やっぱりねすすをつけていくクッカーはねすす専用がいいね。もう洗わなくてもいいもんね。はい、皆さんこんにちは、サルです。今日はですね気持ちのいい渓流にやってきました。家からねそうですね1時間くらいですかねちょうどかかるんですけど、まあ1時間で来れるのでね、そんなに遠い場所っていうわけでもなくって、で、全然ねここもね人が普段いないところなので、ちょっとねまたいつものように美味しい甘酒をねいただきたいなと思ってやってきました。はい、よかったらね今回も最後までご覧ください。はい、ちなみに今回ですね、ポケットストーブをね1個追加で購入しました。ワークマンですね、ポケットストーブっていうことで、また例によってなんかピントが合いにくいんですけど近づけた方が合うんだね。はい、こんなね高木さんのやつ、ワークマンさんの場合ね299円税込みなので、ダイソーとかねキャンドゥで買うよりも、まあ、30円ほど安いんですかね、まあ喜ぶほどの差ではないかもしれませんけど、そんなところです。ゴミ袋はこれに引っ掛けてクリップハンガーですかね、で閉じておこうと思います。前回ねやってちょっと思ったことなんですけど、最初にね風が強くないかどうかね、でこうこちら側がね自分のいる側が風下になってないかどうかはね確認しといた方がいいですね。やっぱり一応ね、燃やした時のこう風下にいるとねいろんなものが飛んでくる可能性があるんでね、それは確認した方がいいです。あとねこんな風にちょっとハッチバックっていうのかな、車の扉をね後部の扉開けてやってるので、すごくねこの扉を閉める向きに風が強いと燃やしている途中でバーンってなってね思わぬ事故になる可能性もありますので、そのあたりはねしっかりとこう判断して、まあ自己責任でねやる必要はあると思います。はい、前回はね木質系の着火剤を使ったんですけど、やっぱりねあれ少し嫌ですね。何が嫌かってやっぱりその灰が飛んでくるしね、すすでクッカーがめちゃくちゃ汚れるしね、汚れること自体は別に何でもないんですけど、その汚れたものを持って帰るときに、他のものを汚れるので、なんか気を使ったり、まあ、袋に入れたり、あるいは
うちに帰ってね、その洗うというのは余計にちょっとね、この寒い時に嫌だなっていうのもあるし、だからね、ちょっとすすが出るっていうのは今のところね嫌だなっていうのがあって、まあ結論としてはね、まあこのパック燃料メタノール系ですね、110円で売ってますけど、これがね今のところは好きだなっていうのはありますね。ヘキサミンはね悪くないんですけど、やっぱね匂いがね好きでもないっていうか、やっぱりこう飲んだり食べたりするときには余計な匂いはね発生してほしくないんですよね。その食べ物の匂いじゃないものというのがあるので、まあ、そういう意味ではねやっぱりねヘキサミンもねちょっとね NG ですね。はい、じゃあねいつものごとく今日もね、またこれをねいただくために来てますんでね、美味しい甘酒を熱々で飲んでいきたいと思います。ちなみにねポケットストーブのね底のスリットはね空気穴として大事みたいですけど、このパック燃料を入れちゃうとね空気穴はどっちにしても塞いでしまいますね。ベタっとね平らなんでね、そこは多分しょうがないですね。ただそれでもこのパック燃料はね消えないので、まあ問題はねないと思います。はい、また例によってねこのダイソーのマグを加工したものに中にね、キャンドゥのねシェラカップの網を入れてます。で水をね 200cc ほど入れます。もう慣れた手順なのでこのパターンでね間違いはないと思います。で、大関この甘酒、まあよく振ってからね開封して中につけて一緒に加熱してやります。よいしょ、いいですね、いいですね。このね熱々で飲むのがいいですよ。これもともとね夏用に多分開発されたので冷涼甘酒ってなって、まあ冷やで飲むことをねお勧めしますみたいなこともね書いてるんですパッケージに。ただね熱くしたらねまずいわけではなくって、私はねもう本当にね熱々にするのが好きですね。あ、そうそう、質問いただいたんですけど、これでね、入れた水がぐらぐら沸騰するまで湯煎すると、甘酒もね沸騰した状態になるんじゃないかっていうことなんですけど、それはねならないですね。なぜかって私もよく分かってないんですけど、一つはこの瓶がねむちゃくちゃ肉厚なんです。肉厚なのでかな、分かんないですけど、その水がね周辺の水が沸騰してるからといって中も沸騰っていうね同じ温度にはなってないですね。どうでしょうね、まあ熱燗と同じですよ。50度よりはいってるのかな、もしかしたら、よく分かんないですけどね。そんなに、まあ、私猫舌ではないですけど特別熱いのに強いわけでも私ないので、その私が普通に飲めてますのでね、まあ、特にこんな寒い場所でね、まあ、12月の末のね渓流ちょっと山あいですから、まあ、どれぐらいね寒いか想像つくと思うんですけど、こんなところで飲むのはねもう熱々にした方が美味しいし、熱々にしてもすぐ冷めちゃうのでね、なんか気分的にはねやっぱりこう熱々、こう湯気がね立ってるところから取り出して飲むっていうのがね気分ですけどね、美味しいなって思います。あ、もうね湯気が出始めましたね。多分周りが寒いからですよね、おそらく。そんなにまだ温まってないはずですけどね、いきなり湯気が出てる。はい、すごくね寒そうですけどね、まあこんな時にねこんな場所でね甘酒をいただけるっていうのはね本当にね幸せな気分です。
ありがたいことにですね、私の動画もですね、私が思った以上にたくさんの方が見ていただいてて、ちょっと自分が一番びっくりしてるんですけど、ただやっぱり火のね、扱いとかね、注意しないといけないし、ここ下がね、コンクリートなんですよ。なのでね、安全なんですけど、例えばその落ち葉でね、バーッとあったりすると、飛んだ火の粉がね、燃え移ったりすると本当山火事の危険がありますしね。あと、まあ、私の場合ソロで来てね、やってるんでね、あれですけど、例えば大人数で来てね、なんかその場所を占領してしまったり、大はしゃぎしてね、とかいうのはね、論外だと思いますので、そのあたりはね、やっぱりこう大人のね、きちんとこう価値観で、良識ある判断でね、周りへの迷惑をかけないように、周辺への配慮とかマナーとかいうのはね、まあ、ある意味何よりも大事だと思いますのでね、そこは知っておいてください。まあね、皆さんがね、なんかこういうスタイルいいなと思ってね、なんかこう参考にしていただけるのはね、私にとってもね、嬉しいことなので、それはね、これからもどんどん自分がいいなと思うことをね、公開していこうとは思いますけど、あくまでもね、ちょっと私のね、想定してない事故が起きたりすることはね、非常に不本意だし悲しいことですので、そのあたりをね、しっかりと注意をした上でね、やっていただけたらなと思います。まあ、このぐらいになったらもう飲んでたんですけど、今はですね、もう熱々にしたいので、あえてね、この状態ではまだ飲まないです。もっとね、グツグツ言うまでは温めたいと思います。なんか気分的にね、もうこの一杯だけをね、飲んで帰りますんで、まあ、最高の飲み方がしたいので、そんな風に考えています。炎がね、あとわずかで消えそうですけど、まだね、ブクブクいう沸騰にはなってないですね。固形燃料を足そうと思います。はい、このセリアのギフト缶に入れてるブルーの固形燃料ですね。これはね、安いしね、すぐ火がつくしね、メリットいっぱいあるんです。デメリットはね、ポケットストーブの蓋を閉めた時に中に収まらないということです。あとね、こんな風にね、なんか怪しげなビニールでね、パックされてるんですけど、時間が経つと自然にね、この揮発するというのかな、メタノール、このアルコールがね、蒸発してしまうというね、ことがあるので、密封性のいいところで保管しておかないといけないというふうなところがね、ちょっと弱点ですね。パック燃料はね、揮発する心配がないんですけどね、これはちょっと揮発すると思いますよ。ガスの場合はさ、寒いところだとね、火がつかないじゃないですか。なんか寒すぎるとね。その点、こういうアルコール系の燃料はね、安心ですよね。どんなに寒くても一応ちゃんと火がつくのでね、湯を沸かすことができるという意味ではね、本当に安心かと思います。まあ、すすも出ませんしね、本当優秀ですよね。これ日年さんが作ってるんですけど、日年さんですね、できればですね、このスタンダードなポケットストーブの蓋を閉じた時に中にぴったりと収まる、できれば四角いね、薄っぺらいね、できればパック入りのね、ちょっとわがままですけどのね、固形燃料を作っていただけたらね、めちゃくちゃありがたいんですけどね。まあそんな風にはいかないですかね。まあ採算が取れないんですかね。熱々です。いただきます。ありがとうございます。大関さん、最高です。またね、気になる方いたら言ってないので、
これはね、甘酒って書いてますけど、お酒じゃないんです。商品名もね、清涼飲料っていうねカテゴリーになってるんですけど、要はね、アルコール分が約 0.4% だから、これ飲んで運転したからといって、酒気帯び運転でね違反するとかね、切符切られるということはないです。ただね、アルコールなので、例えばその体質的にねアルコールが苦手な方なんかは、まあ、判断力が鈍くなったり眠たくなったりとかいう可能性がねありますので、そういった方はね絶対に自動車の運転なんかはね避けてください。あとお子様の飲用もねちょっと注意をしてください。そこだけね、はい、お願いします。もうね本当満足です。今日はね日がね欠けてきたのでね、そろそろ暗闇になりますので早めに帰りたいと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンを、あとよければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。